浦和レッズの世界への挑戦が始まります。アジアチャンピオンズリーグ開幕戦、浦和レッズの初戦の相手はインドネシアリーグチャンピオンクリリです。浦和のホーム埼玉ではスターティングメンバーです。浦和は先日の J リーグの開幕戦とほぼ同じメンバー、インフルエンザで欠場のトゥーリオのところに今季からこの ACL の戦いの切り札として補強した阿部、ボランチは小野と鈴木。 J リーグの開幕戦で右膝を痛めたワシントンは一昨日まで別メニューで調整していましたが、今日はスタメン永井との2トップです。対するインドネシアリーグチャンピオンプルシククディのスタメンです。フォワードの13番スダルソノはインドネシア代表にも選ばれているストライカーです。インドネシア代表がこのチームには4人、そして中盤でゲームを作る28番のオリベイラと10番のフォワードゴンサレスはウルグアイ出身、30番のアウメイダはブラジル人、この南米の3人が攻撃の中心になりそうです。浦和レッズ、クラブの歴史に新たな1ページを刻むアジアへの挑戦第一歩、インドネシアのプルシク・クディリとの対戦です。いつもの赤のユニフォームが浦和レッズ、そして白がインドネシアプルシク・クディリのチャンス。浦和レッズニアを使ってくる、こぼれている、シュートだー、どうだ、決まった。浦和先制、前半の11分、こぼれ球、いやー最後見事に押し込みました。小野のフリーキックから、いやコーナーキックから阿部、そして最後押し込んだのは山田ですかね、山田だったか、あるいはワシントンだったか。浦和の中盤の選手たちがまっすぐボールを入れようとね、角度のあるサイドから少しポストプレーを行きましたね。さあここはチャンスになる、ポンテ長いに出す、長い追いついてシュート、決まった。浦和レッズ2点目、前半のロスタイムに入ったところ、いい時間でレッズが2点目を奪いました。惜しかった追加点、中盤でボール取ってそこの逆襲からでしたよね。さすがポンテですよね。ここ長いよく追いつきましたね、はい、阿部は大きくクリアするのではなくつなぐことを選択しました。そしてネネ、小野、ここからスピードを上げていく鈴木啓太、山田、プルシク・クディの選手が絞ってきたところでサイドを変えにかかるか。小野、小野の左足、素晴らしい、見事なミドルシュート、小野伸二、浦和レッズ3点目です。なかなか組織で崩すことは難しいんですけどもね、やっぱり個人でねこうやって最後決めてくれますからね。いや見事なシュートでした。ディフェンスの外から巻いてね、ちょっとキーパー取れないでしょうね。阿部、ここで試合終了のホイッスル、浦和レッズがアジア制覇へのまず第一歩、インドネシアの白い虎と呼ばれるプルシク・クディリを下して勝ち点3を挙げました。宮澤さん、はい、3対0という結果になりましたが、そうですね、よく言うともう少し欲しかったかなと思いますけども、まあ、完璧にこう引かれて